リコ、リコ、どうしてリコがこんな場所にいるのか、その時の僕には目の前で起きていることがまるで理解できなかった。カモン君、リコ、大丈夫？怪我はない？うん。よかった。だけどどうしてこんな場所に？ナギ、西条。ミッションエリア内にまだ人がいたの？大丈夫。これ副隊長のですよね。リコ、彼女が持ってました。知ってるんですか？リコがこんな場所にいたわけを。どこで手に入れたの？言いなさい。これをなぜ持っていたの？やめてください。カモン君、会ったのね、ミザロギに。あのビーストがまだ生きている。 CIC が振動波を確認しています。ウルトラマンがメタフィールドで仕留め損なったようですね。
長。もう記憶処理を。その必要もなかったわ。必要がない。彼女何も覚えていないわよ。嘘をついてる可能性は。私たちに対してそれが可能だとでも。でしょうね。何を隠してるの。あの男と接触した可能性があります。あの男。みぞろき。必ずまた何かを仕掛けてくる。やつはそういう男です。いろんなこと聞かれたけど、クモン君と別れたとのこと何も覚えてないの。どうして私あんなところにいたの。心配しなくたっていい。僕がついてる。ありがとう。制服姿のクモン君、かっこよかったよ。そこでどんな仕事してたの。ごめん、詳しいことは言えないんだ。そう。あの森で会った女の人、顧問君の上司。うん、まあうまくいってるように見えなかった。僕はあの人と考え方が違うから。カモ君は自分の信じることを貫けばいいと思う。え？頑張って。殲滅は不可能。殲滅に成功した場合、ビーストが含有している相当量の花粉が拡散するのは間違いありません。こいつの花粉ってそんなに危険なの。可燃性だっけ。それだけじゃなかったんだ。付着することで瞬時に気化し超高熱を発する。結果はこれだ。それが風に乗りでもすると。密度は水素並みだ。拡散速度を考えると風下だけで済むはずがない。ウルトラマンの力を借りるしかなさそうですね。ストライクチェスターに合体、メタフィールドで殲滅。そういうことですね。ええ。ですけどフォーメーションを阻んだのは奴の攻撃です。残留エネルギーを解析した結果だ。間違いない。あれはアクシデントかもしれません。だとしても奴がまた都合よく現れるとは限らない。いえ、
絶対に来てくれます。ウルトラマンは僕らの人間の味方です。根拠は？僕はそう信じてます。そんなものが根拠になるとでも思ってるの？ナギ、次のミッションではお前が合体管制を務めろ。はい。コモン、お前はガンナーを務めろ。え？コモン隊員はメタフィールドに入った経験があります。よろしいですね？構いません。先の失敗は不測の事態だ。もう一度お前を信じる。なすべきことを果たせ。できないようなら対応され。はい。どうしたんだろう。私、顧問君と初めて会った時のことを思い出せない。どうして？プレイヤーが活動を再開。ナイトレーダーにスクランブル要請。ゲートナンバー1、オープニング in 30 seconds. All vehicles begin final preparation. All vehicles begin final preparation. やっぱりだ。ウルトラマンは来てくれた。ウルトラマンがメタフィールド展開後、ストライクフォーメーションに移行。殲滅作戦を開始してください。イベントの輸送動機開始を確認。ここがメタフィールド。
当に楽しませてくれるな。ダメージの残る体で自らの墓場を作り出すとは。黒いウルトラマンまで別の人に変化している。分かるように説明して。メタフィールドがプラスの終局だとするなら、ここはマイナスの終局。黒いウルトラマンが正と負の符号を転換して自分に有利な空間に作り変えたんだ。長いは無用だな。殲滅作戦開始。了解。ターゲットロックオン。スパイダーミサイルファイヤー。発射できない。どうした。ビギン2番ドラム接合部に異常加熱。冷却が追いつきません。位相変化の影響だ。このままじゃ位相同期可能範囲から逸脱する。コモン、ミサイルを諦めろ。ストライクバニチアだ。了解。戦艦効率低下。臨界を維持できません。バニチア用のパワーをバイパスしてメインに回して。了解。撃てないんですか。チャンバーに一発分だけ残すわ。一発。コモン撃て。お前の信じるウルトラマンを援護してみせろ。頑張って。副隊長、ウルトラマンとラフレアの間を抜けて上昇してください。人爆発か。メタルジェネレーター臨界終わりました。メタフィールドとの移送同期喪失。空間移送復元していきます。移送軸原点まで4 3 2 1。どこに出るんです。出ました。高度8.6。ヘロシティベクトル。何？え？ウルトラマン。消灯時間ですよ。斉田さん、斉田さん大丈夫ですか。
ゾロギ。深夜。ごめん、遅くなって。ありがとう、リコのおかげで。どうしたの？来て。君がいれば僕は頑張れる。そう、僕らはこれからもずっと一緒だ。誰かに連れ出されたか、自分の意思で抜け出したか、いずれにせよ病室から消えたわ。リコは誰かに狙われてるんだ。ミゾロギ、あの男が俺たちの前にどんな姿で現れるのか。リコを返せ。教えて、私は誰？